オルガいつか夢を見るに対するみんなの反応集。ではどうぞ。オルガ、銃殺されるひどい夢を見たぜ。オルガ、宿が溶撃痛で泣いてたんだ。やっぱ何事もコツコツ生きるのが一番だよな。オルガ、安いヤクザ映画みたいな死に方でよ。オルガ、最後にミカとアトラが結婚しててよ。オルガ、そういや日野と高木とビスケットはいなかったな。オルガ、ビスケットなんか太ってるもんだから倒れたモビルワーカーから抜け出せなくて死んじまってんだ。いいもん来て金も稼いでるのに童貞のまんまってひどくねえか。クライマックスなのにすっげえ雑なんだぜ。そんなのねえよな。ミカ、オルガ、次はどうすればいい？オルガ、ミカは勉強でもしようぜ。ミカ、オルガがそう言うのならそうするよ。オルガ、目が覚めてから基地を歩き回ったけどよ、動力炉代わりのガンダムフレームなんて置いてなかったぜ。オルガ、大体モビルスーツに乗るのにあんな突起くっつける手術なんてありえねえだろ。オルガ、トドの野郎にも媚び打っとくか。オルガ、でも早いとここんなクソみたいな環境から抜け出さねえとな。みんなで農業でもやろうぜ。オルガ、つきものが落ちた気分だぜ。特にギャラルホルンの襲撃とかはない。まずは勉強だな。オルガ、マナブをつけて火星一の農家になる。それが俺たちの終着点だ。オルガ、俺も経営を学ばねえとな。オルガ、タービンズって運送会社に履歴書送ったらうちは女しか雇わないからって突っ返されたぜ。あそこ絶対裏でエロい商売やってんぞ。オルガ、なんだよ、いろいろ違った道があるんじゃねえか。おいオルガ、お前もこっち来いよ。オルガ、俺らガキだからよ、クーデリアのお嬢さん運ぶ仕事には関わらせてもらえなかったぜ。オルガ、ビスケットは大学に行っちまったしな。オルガ、掘ってたら出てきたメカオララルホルンに売ったらすごい喜んでくれたぜ。オルガ、ヘマしても俺が殴られやすむことだからな。みんなで退職して運送業やるんだ。荒屋敷のおかげでどんな道でもスイスイスピード配達できるぞ。荒屋敷なんてものはないんだよ。オルガ、宇宙で作物を育てる方法を発明したソレル家の伝記を読むマッキー。オルガ、来月はシノとヤマギの結婚式だ。盛り上げていこうぜお前ら。オルガ、まさかヤマギが女だったなんてよ。オルガ、ミカの視線が怖くなくなったからこの前髪のアンテナも切り落としてイメージチェンジしてみようと思ってんだ。ミカ、それ切ったらまっすぐ歩けなくなるよオルガ。オルガ、俺たちに必要なのは額をつけることだ。お前ら最短で頑張るぞ。アキヒロの結婚式のご祝儀は上司として奮発して3万包むんだ。これが仁義ってもんだぜ。それアンテナだったのオルガ。オルガ、CGS のおっさんたちにも感謝しねえとな。デブリだなんだって蔑まれてた俺らをここまで大事に育ててくれてよ。オルガ、これで童貞は俺とキャドだけになっちまった。カオッとキャドはもうこの雑に殺された団長、夢の中でいろんな可能性のある別の道を見てる。オルガ、見ろよミカー、あの女軍人長々食ってるじゃねえか。ギャラルホルンにも食うものなくて困ってる奴がいるんだな。俺たちは恵まれてる方かもしれねえ。オルガ、クーデリアとかいう女をギャラルホルンに引き渡してから何もかも調子いいぜ。これが大人になるってことなんだな。オルガ、そういやミカとアトラの結婚式ももうすぐか。友人代表としてちゃんとした祝辞と余興を考えとかねえとな。オルガ、ニュースでも見て見聞広めようぜ。ミカマクなんとかってやつとおっさんが仲良く握手してるぞ。オルガ、ミカ？ミカ？いねえのか。アキヒロも友人もいねえ。オルガ、なんか笑いながら近づいてくる。君が悪いぜなあミカ。ミカ？どこ行ったんだ。オルガ、お、アキヒロのやつ二人目できたってよ。ったく、こんな目出てぇはメールで済ますなよな。オルガ、シノ何かおかしいぞ。シノ？なんで泣いてんだ。火星の農場を切り盛りするワコードたちの日常アニメいいよね。ミカもすっかり農家のおじさんだな。オルガ、俺は全然吹けなくてなぁ。なんかみんなに悪いぜ。オルガ、後追われてるのにうちの服着て歩くのはやめた方がいいな。
賢くなったぜ。まあ追われるようなことはせず地道に生きるのが一番なんだよな。オルガ、なんだこの希望の花繋いだ絆が今僕らの胸の中にありそうな BGM は。オルガ、ザックが品種改良に成功したらしいな。あいつは賢いからな。オルガ、ヤクザのおっさんが送りつけてきたジムのおばさんといい感じになるかと思ったらあいつおっさんとできててよ。三日月の体型って農家のガキっぽいよね。五体不満足になってそのまま死にそうだけど、オルガが言えば即日農業戦士だよ。オルガ、ハッシュのやつまたミカに突っかかってる。まあドンパチなんてもう関係ないからミカのすごいとこ見たことないせいだろうな。とたどり着きたい場所ってこういうところなんだよな。オルガ、バラバラになっても俺たちは鉄火団という家族だ。それぞれの場所で頑張ろうじゃねえか。オルガ、ミカ、見ろよ茶柱だ。縁起がいいぜ。ミカ、オルガ今日の野良仕事終わったよ。次は何をすればいい？オルガ、今日は上がりだ。オルガ、まさかミカが新しい農法を編み出して賞をもらうなんてな。オルガ、そうだな次は勉強の時間だ。漢字の書き取りやるぞ。オルガ、かな文字はアルファベットに比べて文字数多くてしんどいが覚えとくといろいろ役に立つみたいだぜ。オルガ、すげえよミカは資格取って帰ってきやがった。オルガ、トキオって地球のアイドルが今度うちの農場に来るらしいぞミカ。オルガ、ミカ、俺のたどり着く場所はな。みんなが本物の焼肉食いながらバカ笑いできる場所なんだ。ブランド牛火星の王、火星焼肉店王の S。 火星の王いいよねって、地球で話題の商品になるんだ。オルガ、こいつが酪農のためのガンダム、バルバトスグルレックス。主人公死んだ後ナレーションで世界の問題ほぼ解決させて終わりって、ガンダムじゃ見ないエンドになるって言ってた割にほぼエイジと同じ落ち案銅像がガキになっただけで、まさかネタだと思ってたのに泣かされるとは思ってなかった。オルフェンズいいよな。本当に最後はミカたちは農業してて幸せに暮らすエンドであってほしかったわ。生きて未来を掴んでほしかった。あれだけの不幸があったからこそハッピーエンドで泣かせてほしかったわ。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。